不飽和脂肪酸とは、一つ以上の不飽和の炭素結合を持つ脂肪酸である。不飽和炭素結合とは、炭素分子差における炭素同士の不飽和結合、すなわち炭素二重結合、または三重結合のことである。天然に見られる不飽和脂肪酸は一つ以上の二重結合を有しており、脂肪中の飽和脂肪酸と置き換わることで、 有点や流動性など、脂肪の特性に変化を与えている。また、いくつかの不飽和脂肪酸は、プロスタグラン人類に代表されるオータコイドの生体内原料として、特に重要である。栄養素としては、飽和脂肪酸と異なり、不飽和脂肪酸のグループには人体に必要な、必須脂肪酸が含まれる。不飽和脂肪酸は大きく一家不飽和脂肪酸と、 高不飽和脂肪酸に分かれる。このうち後者が必須脂肪酸となり、さらに、オメガマイナス6脂肪酸、オメガマイナス3脂肪酸に分かれる。不飽和脂肪酸は、同じ炭素数の飽和脂肪酸に比べて、低い融点を示し、不飽和結合の数が多いほど、顕著である。特に魚類など寒冷地に生息する、変温動物にとって、不飽和脂肪酸の低い融点は、 生体構成脂質として有用と考えられる。さらに、魚類は多種多様な不飽和脂肪酸を利用している。また、不飽和脂肪酸に二重結合が複数あるとき、自動酸化されやすく油脂の酸配や自然発火などの原因となっている。リノール酸で言えば11番の炭素原子は2つの二重結合に挟まれていて活性を持つ。さらに、 リノレン酸は11番のみならず14番も同様に活性を持つ。逆にオレイン酸は二重結合が一つなので酸化され、にくい。酸化によって、脂肪酸分子の重合が進むと、高分子化して硬化するが、オリーブ油は70から80%がオレイン酸であるため、他の植物油に比べると硬化しにくい。そして、不法は脂肪酸が、 活性酸素と反応して生じる脂肪酸酸化物ラジカルは生体内で比較的長寿命であることから DNA が活性酸素で切断される発言機構に対しての器用も示唆されている脂質化酸化反応のメカニズム脂質化酸化反応とは脂質の酸化的分解反応のことを言うフリーラジカルが細胞膜中の脂質から電子を奪い 結果として細胞に損傷を与える過程のことを言う。この過程はフリーラジカルの連鎖反応のメカニズムによって進行する。生態機構はフリーラジカルを捕獲することによって速やかにラジカル反応を停止させ、それゆえ脂質である細胞膜を保護し得る様々な抗酸化物質を生み出してきている。スーパーオキシドディスムターゼ、SOD カタラーゼ、ペルオキシダーゼを含んだその他の抗酸化物質が生体内で作られている。ビタミン E は脂質化酸化反応によって生じたフリーラジカルを消失させることにより、自らがビタミン E ラジカルとなり、フリーラジカルによる脂質の連鎖的酸化を阻止する。発生したビタミン E ラジカルはビタミン C などの抗酸化物質によりビタミン E に再生される。 油脂に含まれる不法和結合の割合は、要素化によって求めることができ、値によって、完性油、反完性油、不完性油に対別される。オレイン酸などシス型不法和脂肪酸をアショウ酸、セレン、アリュ酸などを作用させて、融点の高いトランス体へと変換することを選い人化と呼ぶ。トランス体へと変換された脂肪酸をトランス脂肪酸と呼ぶ。 特にオレイン酸は広く一般の油脂の成分として見出され、油脂を偉い人化するという点が上昇して固化するが、リノール酸、リノレン酸あるいは高度不法は脂肪酸グリセリドの場合は固化しないので、オレイン酸の存在の指標とされることがある。植物、微生物、人を含めた動物の体内では、脂肪酸シンターゼによって、アセチル COA とマロニル COA から、 直差の飽和脂肪酸が作られる。順次、アセチル COA が追加合成されるので、原則脂肪酸は偶数の炭素数となる。体内で余剰の糖質、タンパク質等が存在すると、アセチル COA を経て、飽和脂肪酸の合成が進む。脂肪酸合成が炭素数18に達すると、体内でステアロイル COA9 でサチュラーゼにより、 ステアリン酸の W9 位に二重結合が生成されてオメガマイナス9脂肪酸の一家、不飽和脂肪酸であるオレイン酸が生成される。例えば豚の体脂肪であるラードや牛の体脂肪であるヘッドにはオレイン酸が全脂肪中50%近く含まれている。母乳の全脂肪中の1、3がオレイン酸で占められている。このオレイン酸から植物や微生物中で オメガ6位に二重結合を作る、デルタ12、脂肪酸でサチュラーゼによりオレイン酸の二重結合が1個、増えてオメガマイナス6脂肪酸であるリノール酸が、生成され、ついでオメガ3位に二重結合を作る、デルタ15、脂肪酸でサチュラーゼによりリノール酸の二重結合が、さらに1個増えてオメガマイナス3脂肪酸である、アルファアリノレン酸が生成される。 人を含めた動物の体内には、リノール酸もアルファリノレン酸も作る酵素が存在しないので、これらの不飽和脂肪酸を必須脂肪酸として摂取しなければならない。植物内脂菌類が不飽和脂肪酸を生合成する経路は大きく分けて、後期的経路と違和気的経路が知られている。後期的経路は、植物などでよく見られる生合成経路であり、相当する。 炭素数の飽和脂肪酸から酵素的に不飽和脂肪酸が導かれる。この際、酵素は酸素の存在を必要とする。もう一つの嫌気的経路は、嫌気性細菌などに見られる生合成経路で、研究はあまり進んでいない。脂肪酸を生合成する過程で生成した二重結合が、転移を受けて残存する経路が知られている。植物内視菌類において、 このような生合成過程を受けるために、脂肪酸末端から同じ位置に二重結合を持つ脂肪酸が大半である。動物の体内では、不法和脂肪酸のさらなる不法和化を受けても二重結合から見て、カルボン酸側に二重結合が順次生成されるので、脂肪酸末端からの二重結合の位置に変化は生じない。必須脂肪酸の代謝経路と栄枯コサノイドの 形成高度不法は脂肪酸には主に2系統存在し、オメガ3系統とオメガ6系統に対別される。オメガは古い表示で、最近は N と示すのが通常になっている。これらの分類は炭素間二重結合の位置によるものであり、オメガ3は脂肪酸のメチル末端から数えて、最初の二重結合炭素が3つ目のもの、オメガ6は、 脂肪酸のメチル末端から数えて、最初の二重結合炭素が6つ目のもののことを言う。これらは、動物では、体内で、生合成することができない。より正確に記述するなら、オメガ9系統から、オメガ6系統、オメガ3系統を合成したり、オメガ6系統から、オメガ3系統を合成する、系統間の変換は、不可能である。 これは、オメガ6位に二重結合を作る、デルタ12デサチュラーゼやオメガ3位に二重結合を作る、デルタ15デサチュラーゼといった酵素が、動物には存在せず、オメガ6位、オメガ3位に二重結合を作れないためである。しかし、例えばオメガ6系統であるリノール酸から、同じオメガ6系統であるアラキドン酸を合成する、系統内の変換は可能である。これは、 非常に重要なことで、オメガ6系統、オメガ3系統はそれぞれ別の必須栄養素であることを示している。このため、体内で合成したり変換して得ることのできない動物は外部から摂取して得るしかない。よく構造の類似した脂肪酸ではあるが、オメガ6系統、オメガ3系統は動物にとって似て、非なるものなのである。植物においては、 オメガ系統間の変換が可能であり、植物の産生するオメガ3、オメガ6系統の脂肪酸が、動物のオメガ3系統やオメガ6系統のソースとなっている。オメガ6系統であるアラキドン酸は、体内の生理活性物質であるロイコトリエン、プロスタグランジン、トロンボキ酸の材料である。これらの欠乏が持続するとやがては死亡する。このため、アラキドン酸や、 その合成原料となるリノール酸は必須脂肪酸と呼ばれ、1エネルギーパーセントの摂取が必要とされる。代表的なものに、リノール酸やアラキドン酸、ガンマリノレン酸がある。必須栄養素ではあるが、過剰な摂取により、炎症などの反応が更新すると考えられている。日本の食生活では、オメガ6系統の脂肪酸摂取量は増えつつあると、される。 このことと近年のアレルギー患者や炎症性疾患の大腸がん患者の増加との関連が指摘されている。また、オメガ3系統も同様にロイコトリエンなどに変換される。しかしながら、オメガ6系統を材料にしたものに比較して、生理活性が低い、あるいはないという特徴がある。生理活性が低いということで、過去、食用油脂から不要として除去されたこともある。 しかし、生理活性の強いオメガ6系統と競合することで、免疫や、凝結反応、炎症などにおいて過剰な反応を抑えるということが、明らかになった。いわばオメガ6系統のブレーキ薬であるといえる。実際に、オメガ3系統の脂肪酸の一つである EPA で、血小板凝集抑制作用があることが知られている。その裏返しとして、EPA の過剰な摂取により、 出血傾向が現れることが指摘されている。オメガ3系統もオメガ6系統に遅れて、必須栄養素となった。代表的なものに、アルファリノレン酸、EPA、頭が良くなるともてはやされた DHA がある。日本の食生活では、オメガ3系統の脂肪酸摂取量は減りつつあり、不足していると懸念される。食用油の必須脂肪酸。 オメガ3系統とオメガ6系統は前述の生理、活性物質に変換される際、全く同一の酵素の作用により変換されていく。これら2系統の脂肪酸の競合は合成の段階から行われている。しかし、変換酵素の親和性は、オメガ3、オメガ6であるとされ、適切な脂肪酸バランスのためには、オメガ3系統を オメガ6系統より多く摂取する必要があるとされる。また、脂質の過剰摂取によるカロリー過多などの弊害は、オメガ系統に関わらず発生するため、全体の脂質摂取量を減らしながら、オメガ6系統の摂取を減らし、オメガ3系統の割合を増やすのが良いとされる。オメガ6系統は、氷のオルベニバナ油、氷のオルヒマワリ油、オゴ、ナタネ油、 月味噌油などに高い割合で、オメガ3系統は、シソ油、アマニ油、魚油などに高い割合で含まれる。摂取において注意する点として、二重結合が多ければ、多いほど酸化に弱いことが挙げられる。すなわち、揚げ物や炒め物など、加熱調理すると、大気中の酸素と反応が促進され、酸敗した油となる。酸敗してできた、揮発性物質は、 メネン膜への刺激を起こしたり、アレルギーの原因となる可能性があるため、摂取を避ける方が好ましい。また、異臭を起こすなど風味を損なうなどして、オメガ3系統を使用した料理を忌避するようになり、摂取量が低下しても良くない。このため、オメガ3系統の油での激しい加熱調理は避け、マヨネーズやドレッシングとして摂取するのが良いだろう。 加熱をしたとしても煮るなどの感情な加熱に止めるべきである。揚げ物や炒め物などの加熱調理は二重結合の少ないオメガ9系統やオメガ9系統オメガ6系統の混合油に頼るべきである。オメガ9系統が多い油脂は動物性脂肪、コーレインベニバナ油、コーレインヒマワリ油、ナタネ油、オリーブ油である。植物油の脂肪酸素性は 植物油の一覧植物油の脂肪酸素性を参照。炭化不法和脂肪酸。不法和結合を一つ持つ、脂肪酸を次に示す。クロトン酸クロトン酸は、ハズ油に含まれる、炭素数4のトランスクリプションマイナス2もの、不法和脂肪酸である。C3H5CO2HIUPAC 組織名バットマイナス2、イノイックアシッド。 トランスクリプションバットマイナス2、イノイックアシッド、数値表現4、1、N マイナス1、分子量86.09、u 点72摂取74度、沸点180摂取181度、比重1.027。CAS 登録番号107から93から7。ミリストレイン酸ミリストレイン酸は、バター、ゲイ油に含まれる。 炭素数14のシスマイナス9もの、不法は脂肪酸である。C13H25CO2H,IUPAC 組織名テトラデックマイナス9、イノイックアシッド、数値表現14 1,、1、N 5、分子量 226.36,U マイナス4.5から引く摂取温度。CAS 登録番号544から64から9。 パルミトレイン酸、パルミトレイン酸は、タラカン油、イワシ油、ニシン油に含まれる、炭素数16のシスマイナス9もの、不法は脂肪酸である。C15H29CO2H,IUPAC 組織名ヘキサデックマイナス9、イノイックアシッド、N マイナス7、数値表現16、1、分子量254.41、有点摂取5度、 比重0.894。CAS 登録番号373から49から9。サピエン酸サピエン酸は、人の皮膚に含まれる、炭素数16のシスマイナス6もの、不法は脂肪酸である。C15H29CO2H,IUPAC 組織名マイナス6、ヘキサデサノイックアシッド、N マイナス10、数値表現16、1。 分子量 254.41CAS 登録番号17004512オレイン酸オレイン酸は、ほとんどの動物性油脂に含まれオリーブ油の主成分でもある炭素数18のシスマイナス9もの不法は脂肪酸である C17H33CO2HIUPAC 組織名オクタデックマイナス9イノイックアシッド。 数値表現18、1、n-9, 分子量 282.46, 有点摂氏13.4度、比重0.891。CAS 登録番号112から80から1。イジい人エライい人酸,酸は、炭素数18のトランスクリプション -9 もの、不法は脂肪酸である。オレイン酸のトランスクリプション異生体でもある。 C17H33CO2H,IUPAC 組織名オクタデックイ9、イノイックアシッド、数値表現18、1、N-9、分子量 282.46,U.43 摂氏45度。CAS 登録番号112から79から8。爆線3爆線サは、牛脂、羊脂、バターに含まれる。 炭素数18のトランスクリプション -11 もの、不法は脂肪酸である。半数動物の胃の内部で微生物による、酵素反応を受けて生成する。C17H33CO2H,IUPAC 組織名オクタデック -11、イノイックアシッド、数値表現18、1N-7、分子量282.46。 CAS 登録番号506から17から2。ガドレイン酸ガドレイン酸は、タラカミュ、海産動物油に含まれる、炭素数20のシスマイナス9もの、不法は脂肪酸である。C19H37CO2H,IUPAC 組織名イコスマイナス9、イノイックアシッド、数値表現20、1、N 11、分子量310.51。 CAS 登録番号 29204022A 個線三 a 個線三は、多種の植物中に含まれる、炭素数20のシス -11 もの、不法は脂肪酸である。C19H37CO2H,IUPAC 組織名イコス -11、イノイックアシッド、数値表現20、1、N-9, 分子量310.51。 CAS 登録番号5561から99から9。エルカ3エルカ3は、菜種油、カらし油に含まれる、炭素数22のシスマイナス13もの、不法は脂肪酸である。C21H41CO2H,IUPAC 組織名ドコスマイナス13、イノイックアシッド、数値表現22、1N マイナス9。 分子量338.57、有点33摂氏35度。CAS 登録番号112から86から7。ネルボン酸ネルボン酸は、脳糖脂質、スフィンゴミエリン、血球糖脂質に含まれる、炭素数24のシスマイナス15もの、不法は脂肪酸である。C23H45CO2H。 IUPAC 組織名テトラクス -15、イノイックアシッド、数値表現24、1、N-9、分子量366.62、U.42 摂氏43度。CAS 登録番号506から37から6。不法和結合を2つ持つ、脂肪酸を次に示す。リノール酸リノール酸は、多くの植物油に含まれ、 特に反感性油に含まれる、炭素数18のシスマイナス9シスマイナス12時、不法は脂肪酸である。C17H31CO2H,IUPAC 組織名オクタデカマイナス9、12、ジノイックアシット、数値表現18、2、N マイナス6、分子量 280.45, 有点摂取5度、比重0.902、 CAS 登録番号60から33から3。異生体として二重結合が協約した、協約リノール酸がある。A コサジエン 3A コサジエン酸は、炭素数20のシスマイナス11シスマイナス14、自フ法ア脂肪酸である。C19H35CO2H,IUPAC 組織名以降サマイナス11、14、ジノイックアシッド。 数値表現 22n-6 分子量308.50どこさン円ドコこさエ,エン酸は炭素数22のシスマイナス13シスマイナス16自不法は脂肪酸である C21H39CO2H IUPAC 組織名どこさマイナス1316ノイックアシッド数値表現 22n-6 分子量336.55。不法和結合を3つ持つ、脂肪酸を次に示す。リノレン酸アルファリノレン酸は、アアブ油など完成油に含まれる、炭素数18の9、12、15トり、不法和脂肪酸である。C17H29CO2H,IUPAC 組織名をクタでかマイナス9、12、15、トリエノイックアシッド。 数値表現18、3、N-3, 分子量 278.43, 有点摂氏11度、比重0.914。CAS 登録番号463から、40から1。ガンマリノレン酸は、アルファリノレン酸の構造異性体、IUPAC 組織名オクタデカマイナス6、9、12、トリエノイックアシッド、数値表現18。 3n-6。CAS 登録番号506から26から3。ピノレン酸ピノレン酸は、松の実などに含まれる、炭素数18の5、9、12トリフ法は脂肪酸である。C17H29CO2H,IUPAC 組織名をクタデカ -5、9、12、トリエノイックアシッド数値表現18、3n-6。N 分子量二百七十八点四三 c a s 登録番号一六八三三五四八エレオステアリン酸アルファエレオステアリン酸は霧など完成油に含まれる炭素数十八の九十一十三トリ不飽和脂肪酸である c 十七 h 二十九 c o 2 h i u p a c 組織名オクタデカマイナス九十一十三トリエノイックアシッド 数値表現18、3、n-5, 分子量278.43。データエレオステアリン酸は、アルファエレオステアリン酸の機械生態である。IUPAC 組織名をくたべかマイナス9、11、13、トリエノイックアシッド、数値表現18、3、n-5, ミード酸ミード酸は、炭素数20の5、8、 11トリフ法は脂肪酸である。C19H33CO2H,IUPAC 組織名位交差マイナス5、8、11、トリエノイックアシッド、数値表現20 3, N、3、N-9、分子量306.48。CAS 登録番号20590323。ジホモガンマリノレン酸ジホモガンマリノレン酸は、 炭素数20の8、11,14トリ不法は脂肪酸である。C19H33CO2H,IUPAC 組織名異交差マイナス8、11,14、トリエノイックアシッド、数値表現2 3、N 6、分子量306.48。CAS 登録番号1783から84から、2、 エコサトリエン酸エコサトリエン酸は、炭素数20の11、14、17トリ、不法は脂肪酸である。C19H33CO2H,IUPAC 組織名以交差 -11、14、17、トリエノイックアシッド、数値表現20、3N-3、分子量306.48。不法は結合を4つ持つ。 脂肪酸を次に示す。ステアリドン酸ステアリドン酸は、イワシ油、ニシン油などに含まれる、炭素数18の6、9、12、15テトラ不法は脂肪酸である。C17H27CO2H,IUPAC 組織名オクタデマイナス6、9、12、15、テトラノイックアシッド、数値表現18、4。 N-3, 分子量276.41。CAS 登録番号20290759。アラキドン酸アラキドン酸は、動物内臓脂肪に存在する、炭素数20の5、8、11、14テトラ不法和脂肪酸である。細胞膜にある、臨脂質の分解により生じる。プロスタグランジン、トロンボキ酸。 ロイコトリエンなどのエコサノイドを与える一連の代謝経路として知られるアラキドン酸化スケードの出発物質として重要な化合物である C19H31CO2HIUPAC 組織名イコーサ5 8 1 1 1 4テトラノイックアシッド数値表現 24N 6分子量304.47 沸点百六169摂氏171度。CAS 登録番号506から32から1。A コサテトラエン3 a コサテトラエン三は、炭素数20の8、11、14、17テトラ、不法は脂肪酸である。C19H31CO2H、IUPAC 組織名異交差マイナス8、11、14、17、テトラノーイックアシッド。 数値表現 24n-3 分子量304.47アドレン酸アドレン酸は炭素数22の7101316テトラ不法は脂肪酸である C21H35CO2HIUPAC 組織名度濃さ -7101316 テトラノイックアシッド数値表現 224n-6 分子量332.52。不法は結合を5つ持つ、脂肪酸を次に示す。ボセオペンタエン三ボセオペンタエン三は、炭素数18の5、8、10、12、14ペンタ不法は脂肪酸である。C17H25CO2HIUPAC 組織名をクタでかマイナス5、8、10、12、14。 ペンタノイックアシッド、数値表現18、5、N-4、分子量274.40。エコサペンタエン酸エコサペンタエン酸は、魚油に含まれる、炭素数20のペンタ不法和脂肪酸。必須脂肪酸の一つである。妊娠中の魚摂取で6ヶ月時の認知能力が増すので、頭の良くなるサプリメントとも言われているが、 水産製品中の水銀濃度が作用を総裁する。中性脂肪低下作用と高血小板作用があり、脂質効果薬や高血小板剤として高止血症と閉塞性動脈硬化症の保険適用を有しており、ジェリーズ試験で拒血精神疾患の二次予防効果が確認された。C19H29CO2H。 IUPAC 組織名以降差マイナス五八十一十四十七ペンタノイックアシッド、数値表現二十五 n マイナス三分子量三百二点四五有点マイナス五十四から引く、摂氏十三度、比重零点九四三 CAS 登録番号1 0四一七九四四オズボンドさんオズボンドさんは、炭素数二十二の四七 10,13,16ペンタ不法は脂肪酸である。C21H33CO2H,IUPAC 組織名度濃さマイナス4,7、10、13,16、ペンタノイックアシッド、数値表現22,5、N マイナス6、分子量330.50。イワシ酸イワシ酸は、イワシ油、ニシン油などに含まれる、炭素数22の7、 10,13,16,19ペンタ不法は脂肪酸である。C21H33CO2H,IUPAC 組織名度コさマイナス7、10、13,16,19、ペンタノイックアシッド、数値表現 22,5N-3、分子量330.50。テトラコサペンタエン三テトラコサペンタエン三は、炭素数十四の九。 12、15,18,21, ペンタ不法和脂肪酸である。C23H37CO2H,IUPAC 組織名テトラコサマイナス9、12,15,18,21, ペンタノイックアシッド、数値表現 24,5N-3, 分子量358.56。不法和結合を6つ持つ、脂肪酸を次に示す。 ドコサヘキサエン酸ドコサヘキサエン酸は、魚油に含まれる、炭素数22の4、7、10、13、16、19ヘキサ不飽和脂肪酸である。人体内では、α リノレン酸から生成される。C21H31CO2H,IUPAC 組織名ドコサマイナス4、7、10、13、16、19ヘキサの一句アシッド。 数値表現 22,6,n-3, 分子量 328.49, 有点摂氏44度、比重0.950。CAS 登録番号6217から64から5。二芯酸二芯酸は、炭素数24の6、9、12、15、18、21平気差、不法は脂肪酸である。 C23H35CO2H,IUPAC 組織名テトラコサマイナス6、9、12、15、18、21、ヘキサノイックアシッド、数値表現24、5、N-3、分子量356.54。ありがとうございます。